チャップ。ヨン様。何がピューソナ。お前びっくりしたよ。お前写真のこと言ったらさ、そう記事になる。翌日。あれヨン様が何か言ったのかなと思って。俺だ。俺じゃないかみたいな。でこのあのねスタッフとのグループラインで。いやそうだよ。もうあれ顔写真が変わった。そうよ。あの時。俺、織田武道さんのような写真が使われてると、みんなどこの記者さんも、そうだな、変えてほしいなと言ったら、あれは変えてよかったと思うよ。だけど、はい、アテネの時のさ、高木豊って下に書いてあるんだよ。いやいや、高木豊って書かなきゃわからないような写真使うなよみたいなさ。どえらい若い写真でした、ね、どえらい若いよ。俺もインスタに載せちゃったけどさ。いやいや、本当にお前、いやでもね、あの見てくださってすぐに変えてくださって、いやもちろんもちろんありがたいけどな、ありがとうございます、本当に。いやそうですよ、ね、もういろんな写真を使ってほしいよ。毎回ね、毎回違うって。もうそこでプッて笑えるようなさ。そうですね、あの、うん、ぜひ記者さん毎回ね、あの写真を。なんか俺はヨン様が出てきてびっくりしちゃったよお前。なんかそうですね、うん、まあ季節柄な、ね、マフラーしててもいいんだけどさ。はい、ね、いや楽しみですね。だから我々も毎回動画でね、記者さんに取り上げてもらえるような、そうありがたいよね、動画を撮って、はい、まあ、もしかしたらこの動画またさらに新しいね写真、豊さんの写真がちょっとかっこいいの使ってほしいよな。おーっていうような。でもヨン様かっこよかったじゃん。いやかっこよかった。あれもう眼鏡かけて、俺最初誰かなと思った。自分でえ俺じゃんみたいななりましたからね、はい、さあ今日はやっぱり気になっている FA です。はいはい、あのもう、残留してる選手も続々といますが、はい、そうだな、結構ね、はい、FA 権を持ってる人が、うん、FA を行使しないで、はい、まあ、宣言残留とか、はい、複数年契約で終止符を打った、はい、っていう人もいるしね。そうですよね。でもまだね、いろいろ決まってない人もいると。そんな中で今現在まだ決まっていない大物選手がいます。はい、森選手、西武、はい、日本ハムの近藤選手、そしてオリックスの伏見選手、はい、DeNA の嶺井選手、はい、このうち4選手のうち3選手は捕手です、キャッチャーです。すごいよな。珍しいですね、こんなシーズンも。まあ伏見は、はい、まあ、日本ハム新庄監督は、はい、まあ、取りに行くっていうふうに言ってるよね。そうですね。だからまあそれなりの用意があると思うし、はい、仮にコンちゃんが出ていったとしたら、まあ、人はいらないから金銭くれと、うん、相手に、あの人的保障じゃなくて金銭くれと、はい、それを伏見に横流しと。ちょっと悪いようがいいですね。なんで横流しって横流し、いやその資金を使うということ、そうですね、そう住宅に使ってみましょう、伏見選手に、はい、まあ、ただやっぱり日本ハム、あのキャッチャーね、どうしてもあのベテランというか中堅どころの欲しいって思ってるでしょうし、ね、まあまあ宇佐美も新婚になっちゃったしな。そうですよ、推しと結婚ですよ。びっくりしました。おめでとうございます。だから新婚なの分かんないから。何が分かんないですか。いや分かんない分かんない、いろいろね疲れちゃうよ。ま、いや分かんないよ、それは分かんない。そうですよね、そうですよね。で峰がソフトバンクという、ね、そうなの、ソフトバンクが来てほしいと。まあまあそうだね。これは前もおっしゃってたように、その甲斐選手の2番手的な感じなんですか。まあ、それでも峰は承諾するんじゃないの、はい、する、うん、それ DeNA のいろんな事情があるってことなんですかね。まあまあ環境も変えたいっていうのもあるだろうし、はい、やっぱり優勝したいっていうこともあるだろうし、はい、まあ、ミネの中にこう考え方、うん、いろんなことがあるんじゃない。東山とやっぱこう話をして、うん、はい、お前来れるチャンスがあったらソフトバンクいいからおいでよみたいなことも言われたかもわからないし、うん、そうですね、うん、なんでまあ、よくわかんないけどね。わかんないけど、まあ、想像だけど、はいはい、まあ、このね伏見選手、ミネ選手あたりはもう戦争し相愛になりそうと、はい、球団と。そんな中で森選手と近藤選手の争奪戦がもう表立ってきてますが、うん、まず森選手、はい、オリックスと巨人、西武、はい、この3球団がもうラブコールを送ってます、まあ、西武はあの、ね、はい、所属球団だからね、はい、ではい、この中でもやっぱオリックスが何としてでも取りたいと、まあ、そりゃそうだね、はい、一応ね、まあ、記事によると4年16億を提示したかと。4年16億、はい、うん、なんでまあ1年4億という計算なんですけど、すごいな、これはどうですか。何がどうですか。金額的にもその相場が全くわからないので。いや俺だってわかんない。豊さんが。まあまあでも、はい、それだけの価値はあると思う。あ、森選手。まあ他をこういろいろ考えた時にね、はい、やっぱ FA でわざわざ移動しなきゃいけない、うん、
まあ、リスクも伴うよね、はい、やっぱこうチームに馴染んでいかなきゃいけない、うん、まあ、そんなことを考えるとそうだな4億な、うん、1年どうですか、もっとあってもいいとか。でも、はい、コンちゃんがソフトバンクから最初の提示が4年20億なんでしょ。そうなんです、最初4年20億っていう記事が出てたんですけど、そうでしょ、はい、それが6年30億と今上がっちゃった、はい、年数が増えたんでしょ。はい、年俸5億でしょ、はい、この森の腹が収まるかどうかなんだよ、はい、コンちゃんの数字を見て、はい、まあ球団は違うよ、交渉してる球団は違っても、はい、おおちょっと待てよと、うん、俺キャッチャーだぞみたいな。ああ俺首位打者キャッチャーで取ってんだぜみたいな、コンちゃんより俺低いみたいな、まあ、1億低いかってことですね、単年で考えると。そしたら俺オリックスに動くみたいな。いや俺だったらちょっと考えちゃうよね、はい、あやっぱそうなんですか。やっぱ選手の価値っていうのは年俸だからさ、はい、だからそれ球団問わず、うん、俺はこの球団に所属してるからこれしかもらえないから、うん、お前より1億少ないんだって、そんな理屈なんか通らないですよ。だってプロ野球という組織に入ってるわけだから、はい、そしたらやっぱ年俸一番高いのが今マー君と言われてるよね、はい、まあ今年下がるみたいだけど、はい、9億っていう、うん、やっぱナンバーワンの価値を持ってるっていう選手だよね、はい、やっぱ年俸が選手の価値を決めてるから、うん、森と近藤だったらどっちの方がどうなの、うん、私やっぱキャッチャーの方が貴重であることは確かだよね、はい、そうですね。まあ近ちゃんは外野手だし、はい、そこで年俸1億違うんだよ。1億の差ってでかいぞお前。これ豊さんがじゃあ森選手だったらオリックスにどういうふうにこの後交渉します。いや3年16億にしてくれ。3年16億、うん、おお。そうすると近藤選手の価値は確かに上がりますよね。いやだから俺は近藤選手よりも価値があるっていうことを表現していくんじゃないかなと思う。これって年数、そしたら出せるとしたら巨人なんだよ。おお近ちゃんがね、はい、5億だお前、うん、じゃあ5億5000万出すから、うん、来なさいよみたいな、うん、巨人金あるから金使ってないしな。あそうですね、そうそう今年は。でもオリックスもお金持ってますよ。そしたらコンちゃんが怒るかも。どんどん2人で森より僕の方が上でしょみたいな。いやそしたら6億くださいよって言ったらもう話にならなくなる。もうそうですね、出資つかなくなりますけど金額隠せばいいのになと思うんだけどさ、これどっからで出ちゃうんですかね。もう分かんないけど、これが正しい数字かどうかは分からないけども、はい、まあだけど選手の考え方とするとやっぱそういう考え方はするよね。あとこれ年数を伸ばすのと金額伸ばすのとってどっち。それはね人の考え方だよ。豊さんはどっち派だったんですか。いやどっち派も何もお前 FA 取った瞬間に首やないすいませんお前そこはお前は傷口に塩塗るな本当にそうでしょ、そうですよね。俺は、うん、俺の契約の仕方、はい、もうこれ選手が参考にしてほしいんだけども、はい、例えばコンちゃんに30億出す、はい、ね、年俸2億でいいです。でも終わった時、はい、終わった瞬間から月々払っていってくださいと。はあ、2億で2億12億でいいから、はい、ね、6年間は、うん、だからその後の残ってる30億から引いたら18か、はい、18億円を生涯にかけて払っていってくれる分割で。ああ、うん、俺だったらそうする。それいいですね。いいだろう、はい、あの税金対策にもなるし、うん、俺だったらそういう契約をする。食いっぱぐれない、生涯で30億払ってくれる。あそれもありなんですね。いやそれはありでしょ。あそっかそっか。だからこれを例えば一括でもらう人もいれば分割でこうやってもらう人もそれぞれだ、ね、多分いると思うけど俺はそういう風にしたいよね。なるほど、うん、その方が楽だもん、やめてから。そうですね、うん、アクセスしなくていいし不安にならずに。まあでもねたまるからな。まあそうです、ね、黙っててもたまるからこの余計な心配すんなみたいなこのクラスの選手たちはまあまあでもね、はい、まあそういう契約の仕方もあるということ。またちょっと話森選手に戻るんですけど、はいはい、オリックスが、まあ、4年16億で提示をするのではないか、はいはい、じゃあ巨人と西武はどうしてくると思いますか。でするんじゃないかっていう上を行くよね多分、まあ、巨人なんかじゃあ4年18億出すとか、うんはい、だから西武はやっぱ所属してるからお願いします16億でオリックスと一緒のものは出すと
あ、巨人までは出せないけど、はい、っていうことじゃない。そうですよね、うん、ただ例えば巨人が4年仮に18億を出したとしても、森選手がやっぱりどこに行った方が自分が心地よく入れるのかってことをさらに考えるってことです。まあまあそりゃそうだな、うん、だから例えば、はい、じゃあ近藤選手が5億をもらうんだったら、うん、君にも5億出すよって、うん、じゃあ4年20億って、はい、その代わり6年まではできないかもわからないけど、まあしますよと、うん、いうことになったら4億違うわけだよ、ね、大きいですよね。でかいよな。まあそのぐらいの金額はでかいよな。大きいですよ。だなんかもうわけわかんなくなってきました。1億とか2億の価値がもうこうなってくると思う。まあまあ、はい、なんかもうでも森の性格からすると、はい、まあそこは大事だけども、うん、やりやすく、うん、自分が自由に表現できるようなチームを選びそうな気はするけどね。なんかそういう重視しそうですよね、うん、そうなってくる。でもオリックスの方も、うん、巨人と話を持つんでしょって、うん、でその内容は教えてくれと、はい、多分言うと、うん、そしたらそれにある程度近いような金額を寄せてくるとは思うけどね、うん、まあ、絶対欲しい選手だもん。まあ、森選手はそうですよ ね、はい、で近藤選手は人気あるだろう。人気あります。ソフトバンクオリックスで、ここに来てさらにロッテ西武。なんだよこれ、パリーグばっかりじゃない。そうなんですよね、セリーグ、うん、一時期巨人とかっていうね、あれもちょこっとあったんですけど、うん、全部パリーグです。まあ、もちろん日本ハムはいてくださいっていうのはもう言ってますけど、まあ、日本ハムがどのぐらい出せるか、ね、かな。そうですね、うん、ソフトバンクでオリックスが森選手について近藤選手 も欲しいと言ってきてるので、これソフトバンクとどうですか、オリックスの一騎打ちとかになってきそうですか、まあ、金額的には。であのソフトバンクはもし6年、例えば30億でなかなかこう手が打てないんだったら、藤本監督も出ていくと、最終的に直接あんまり出ていっても関係ないと思うけどな。そこはそんなにですかね。まあ熱い言葉っていうのはね、はい、確かにね、心に響くかもわからないけど、うん、やっぱり響くとしたら金額だよね。ですよね。この、まあ、6年で30億で、近藤選手今29歳、これは妥当な数字ではあるありますか。もうどこが妥当なのかわからないよ。そうですよね。アメリカ行ってみろお前、うん、年俸40億とかでしょ。目ん玉がほんと飛び出ます。なんでそんなに価値あんのかなと思うけどね。てかもうお金すごいですね。持ってるところ持ってるんだなっていう。持ってんな、はい、本当に石油が出てんじゃないかと思うぐらい。本当です。いや本当にな、不況不況とは言われてますけど。いやだからその分かんないけど、全体的なね、まあ、例えば格付けランキングって言って、はい、まあ、年俸の高い順からこう出てくるじゃない、はい、まあ、例えばマーク、菅野、坂本とかさ、はい、こうずらっと並んでくるでしょ、うん、その中に村上っていうのが入ってくるよね、はい、多分これは FA の権利だからしょうがないよな。そうです。これはね、日本のプレーヤー大丈夫かこんなに払って。どんどんあの上がっていってます。そうだろう。はい、いやだからヒット1000本以上打って FA を取った人っていうのは、うん、上限いくらとか、まあ、決めるというね。決めるんですか。難しい。そう難しいな。でもそれは球団が評価することだから。まあそうですね。まあ、そのぐらいの価値があるっていうふうに見てるんだろうね。うん、で何としてでもやっぱり欲しいから、うん、そこまでしてでもやっぱり出す。その絵画とかと一緒ですよね。やっぱりオークションじゃないですけど、うん、あの絵は価値があるから絶対自分のものにしたいと思ったら、まあ、やっぱり上がっていきますもんね。俺の持論っていうのは、はい、これはね個人競技だと、うん、やっぱその人選手の能力っていうのはすごく問われるけども、団体競技になると一人のスーパースターよりもみんなの結束の方が強くなるんだよというふうに思ってるのね、はい、だから FA でそんなに金を出すんだったら、そのお金を使って現状いる選手に対してやる気を持たせるだけの数字を与えてあげる。うん、例えば、はい、今永と浜口をセットにして、はい、お前たち2人で30勝したら、ね、ボーナス2億やると、お前ら、まあ、1億でもいいよ、はい、1億やると、その分配はお前たちで話せと。それは18勝やって12勝しかしないって言ったら、それはどっちかがいやお前の方があれだからもらえるだけでいいよみたいな、うん、そんな感じになるでしょ、はい、まあ、例えば宮崎と牧、はいはい、2人で60本ホームランを打ったらボーナス1億やる、うんうん、俺その方がね
一人の選手にそんなにお金を使うよりも現状の選手にやる気を与えるだけのそういう契約の方が俺はねいいと思うんだよ。相乗効果ありますね、うん、だから現状の選手をもっと大切にした方がいいかなっていうふうに思う。この金額を見るとそうですね、うん、いやもちろんね権利だし、うんはい、彼ら頑張ったからそれだけの価値のある選手はなってるんだけども、うん、だけど俺の考えは一人のスーパースターで優勝するなんていうのは思ってないから、やっぱその結束だとかそういうもので強くなったりとかするっていうふうに思ってるからね、はい、どういうふうに動かすか、うん、どういうふうに利用したら選手がやる気になるのかとか、まあ、そういうことを考えるから、だからそこまでお金使うかみたいな感じではいるけど、まあ、夢のある話だけどね、まあ、そうですね、だから全然否定はしてないんだよ、はい、うん、ただそのお金があるんだったら現状で働いてる選手たちをよりモチベーションを上げるためにどう使うかなっていうふうに考えた時に俺の答えはそうなんだよね。なるほど、それはそうですね、確かにチームとしての結束力っていうのはそっちの方が強くなって優勝ってことにも、ね、うん、そうそうそう、つながりますもんね、はいはい、あとあの記事で見たんですけれども、なんか、はい、まあ、西武が近藤選手と相思相愛だみたいな記事を見たりとか、はい、近藤選手は西武愛がすごいとか、まあ、どっから出てるのか分からないですけど、こういうのもなんかいろいろいろんな合戦がありますね、まあ、確かにね、横浜高校って多いよね、松坂しかり、はい、後藤っていうのもそうだし、あ、そうですね、西武、うん、はい、西武だったりとか分かんないけどね、はい、あ、そうなのっていうのも出てたので、いやだからますます分からなくなってしまって、本当にどこに行くのかなっていうのは、豊さん予想してください、もう近藤、はい、いやそこまでの数字を提示されるとさ、はい、俺は日本ハムに残った方がいいっていうのを内閣とも言ってるじゃない、はい、言ってます、うん、そうだ、だからその気持ちは基本にあるよ、はい、いや俺はそういう提示があっても俺は残った方がいい、はい、生涯かけて例えば30億、40億、50億稼ぐかもわからないけども、うん、付加価値がついてくるのはやっぱ俺は日本ハムだと思う、はい、やっぱ人であったりだとかさ、うん、ファンであったりだとかさ、うん、お金に変えられんかいや、でもでもそこまで持ってたらさ、うそうですよね、もういいじゃないと思うんだけどね、もうもうと思うんだよ。だから、ね、日本ハムでもそれなりの金額も用意してると思うしね、うん、はい、だから俺は基本的には日本ハムに残ってほしいという思いはあって、はい、だけどソフトバンクがそこまでの評価をしてくれるんだったら、うん、まあ、ありがたいよな、いや、そうですね、心は揺れるよな、うん、と思う。さらにオリックスがその上を行ったらまたさらに揺れますよ、ね、もうしょうがない、行きなさいみたいないや、まあ、だけど、はい、まあ、難しいな本当にな。だから、はい、豊さんはそうですね、近藤選手は前々から日本ハム残ってほしい、その方がいいよと、まあ、彼の人生だからね、はい、俺の言葉で迷うとは思ってないけども、うん、俺が親だったら、近、うん、ちゃんの親だったら、あなた日本ハムに残りなさいって、うん、あなたをどれだけ応援してくれてきたのか、うん、ね、で FA 取ったからってお金に目がくらんじゃダメって、うん、まあ、くらんではないと思うけどね、はい、うん、くらむようなことはないと思うけども、うん、やっぱり日本ハムに残った方があなたにファンもついてきてくれるし、うん、ね、あなたが日本ハムの顔として頑張りなさいって、うん、俺が親だったら言うね。ああ、日本ハムファンはみんなそうだそうだって思ってるでしょうね。まあ、ソフトバンクはなんてことに言うんだってここまで誠意見せてないすいません、ソフトバンクファンの、ね、親として言うとしたら、ね、親心ですよね、はい、分かりました。まあ、森はなんかオリックスに行きそうな気はするよ ね、 なんかね、そんな感じはしますよね、はい、いや、この4名の、ね、選手が、まあ、最終的にどこに行くのか、ちょっとまた豊さん、そこを待ちながら2人はほぼ決まりだけど、うん、そうですね、伏見選手と宗選手は決まりそうですね、うん、多分な、はい、はい。